始まりました。ミルクサッカーアカデミーのメンバーでございます。ノーミルク佐藤です。さあ先生、今回も清水エスパルスの2014年でございます。よろしくお願いいたします。どんな成績だったんでしたこの年はね。はい、はい、まずはカップ戦からいきます、うん、カップ戦はね、はいはい、ナビスコ予選敗退になってしまったりとか、はい、まあただ天皇杯ではベスト4という成績を残すことができました、はい、しかし、リーグ戦では18チーム中15位という成績になってしまいました。あ、なるほど、まあ、ギリギリ残留ですね。うん、うん、そんな2014年いろんなことがありました。まずは選手見ながらね、はい、話していきましょう。はい、メンバーこちらでございます。ドン出ました、うん、このメンバーでやりましたけども、はい、はいはい、こんなメンバーになっております、うん、でこのチームもいわゆる以前のチームに比べたらちょっとやっぱ人数自体がちょっと多めに見えるかもしれないんですが、はい、そうですね、はいはい、やっぱり理由が、うん、そういう時ってやっぱり理由はあるんですよ。はい、まずはもうこのチームというか、この年ですね、うん、清水エスパルスちょっと大変でした。はいはい、スローガンとってワンチームワンミッションみたいなことを掲げたのは良かったんですけど、ラグビーよりもだいぶ前ですよこれ。うんね、清水のお先だったってことですね。ちょうどですね、この年、はい、そのゴドビ監督自体がちょっと途中からうまくいってないというか、ほう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 、のがちょっと出てきてしまって、ほうほうほう、はい、夏7月くらいだったかな、うんうん、本当リーグ最初の頃、開幕の頃上位争いがちょっとできてないっていうシーズンだったんですよね。なるほど。で途中でね、こんなことゴドビ監督言っちゃったんですよ、はい、君たちは私を辞めさせるためにわざと無気力な試合をしてるのか。うわうわうわ、そんなこと言ったら絶対ダメじゃないですか。しかもこれ言ったタイミングが、うん、でもあれ見てはもうここだったんですよ。それね、はあ、ガンバ戦の後なんですよ。はい、なるほど。いわゆる全指揮官長谷川健太にやられた後なんですよね。はいはいはい。そこでもう、お前何言ってんだよぐらいな感じで、もういわゆるごちゃっとなっちゃって、いわゆるそこから約1週間後にそのゴドビ監督は解任という形になっちゃったんですよね。なるほどね。じゃあそこまでうまくいってなかったってことなんですね。うん、そうですね。でそれで後任になったのが、こちらもだからやっぱ長谷川健太といういわゆる、うん、自分たちのチームのいわゆるレジェンドを使って今までこういい成績を叩き出した時期があったので、はいはいはい、続いてそのね、ゴドビ監督の後に就任したのがユースを率いていた大榎木克美さんなんですよ、うんうん、あ、サンバガラスのもう一人ですね、堀池匠さん。そうなんですよ、大榎木さんだ。はいはい。で大榎木さんになったんですが、うん、ちょっと正直あまり成績はやっぱりそれでも今年はもう振るわなくて、なるほど。でもただ最後の最後までもう最後1回ギリ17位っていう残留できないよってラインまで行っちゃったんですけど、はい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 、最終節でどうにか残留確定っていうところに持ってったんですよ。なるほど、ヒヤヒヤのシーズンだったんだね、うん、そうですね、うん、でもやっぱりユースを率いてた経験っていうのがあるので、やっぱり若手のその成長みたいなところに関してはすごくうまかったわけですよ。なるほど。そうそう、だから若手ちょっと起用したりだってこともちょっと多かったよ、うん、そんなシーズンで、ね、はい、ありました。8月でも夏の終わりに変わってるんですね。そうなんですよ、だからどの道大変ですよね。ユースでいわゆる同じチームの中にいたとはいえ、トップチームとは全然違うわけだから、うん、まあ そんなところで急にやってって言われても、でもまあクラブの人だもんね。残留させたってのが、いやそうでしょう、うん、ね、でかいですよね。いやいやいや、薄氷を踏むようなところで残留を勝ち取ったというシーズンですね。ただだからこの時にはもう始まっちゃってたんですね、はい、うん、始まっちゃってた。ほう、はい、なんと近い2015年は多分清水エスパルスのサポーターの皆さんだから最も辛いシーズンになってしまいます。なるほどなるほど。唯一のね、はい、残留ができなかったシーズン、来年、そこもぜひ皆さん見ていきましょう、後々のためにも、うん、若返りを図ってね、はい、トライがあってそこで監督も変えてみたいところだったんですけども、まあこういう感じの流れに今なっていってるということなんですね。そうなんですね、はい、今というか2014時代はね。さあ次の年どうなるんでしょうか、はい、そしてその後どうなっていくんでしょうかというね、はい、
また明日先生よろしくお願いします。お願いします。はい、サッカーアカデミーぜひ明日も聞いてください。チャンネル登録よろしくお願いします。井上真理でした。お願いします。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。また明日よろしくお願いします。ありがとうございました。